ですね、うん、船長実は全然食べないの。え、そうなの。うん、アイスあるよ、うちアイスあるよ、取ってこようか。何があるの。え、でも船長アイス全然食べないよ。え、パピコ。パピコ、チョコレートとヨーグルトあるよ、どっちがいい。え、でもパピコさ、船長食べたことない。嘘、美味しいよ、めっちゃ。うーん、食べる。アイスに興味ないんだよね。何する、嘘でしょ。え、そんな驚くこと。アイス、そんな驚くことなの。アイス美味しいじゃん、大好き。え、まずはアイスだけ過ごせるよ。なんかアイスってね、うん、なんかそもそも甘いものそこまでそこってないのよね。あ、なるほどね。しょっぱい派なのね。っていうのと、あと冷たいの食べてもさ、うん、冷たってなるじゃん。いやいや、冷たいのがいいんじゃん、やっぱ普段さ甘いもの食べらんない。僕も甘いもの食べないからさ、冷たいとでも食べれるんだよね、うん、シェアハッピーするパピコ。え、でもパピコ取り行ったらさ、もう帰ってこなさそうだからやめる。帰ってくるか、うん、そのまますぐそこのリビングよ。逃げそう。逃げろ逃げろ、いなくなりそう。え、このたんは何が好きなの、アイス。僕スイカバー。あ、スイカバーなんだ。めっちゃ美味しいよ。え、スイカがそもそも好きだったり。あ、スイカは別にそんな好きでもないけど。じゃあスイカバーとスイカは違うから。確かに全然違うから。そりゃスイカバーのなんかね、あの6つぐらい入ってる加工アイスを買って、うん、一人でなんだけど、毎日これはスイカかな、メロンかなってピッてこう一人で食う。え、メロンが入ってるの。そうだよ、メロンバーも入ってるよ。え、で、え、それはさ、うん、レアのさパターンなの。うん、レアじゃない、スイカが3本、メロンが3本。あー、はい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 、ね、あのどっちかなってこうやっていくの。へー、でも一人暮らしで一人でね、今まではね食べてたから、うん、あ、もうスイカこの間3つ出たから、まあ、あとはメロンだなとか分かってしまう。